ショコラジ、ショコラジ、ショコラジ、藤上咲のショコラジ。皆さんこんにちは、 RCC アナウンサーの藤上咲です。日曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。さあ今日は久しぶりに雨降ってますね。さっきちょっとあの本番前に外に出てきたんですけど、やっぱ中区元町結構降ってましたね。あの田植えをする人にとっては恵みの雨になってますね。で昨日はですね、カンカン照りの中、私は実はあの会社の同期の結婚式で福岡に行ってきました。であのコロナ禍もでもやっぱりその徐々に動き出してるなって思ったのが、もうね博多駅降りた瞬間に人がすっごく多くって、であの今回は結婚式が夕方の4時からだったんで、それまでちょっと時間があったから朝から博多に行ってプチ観光をしたんですね。でその観光で私の一番の目的が博多駅のクロワッサンを食べることだったんです。これがですね、あの今回結婚したその福岡出身の同期によると、今博多駅にあるクロワッサン専門店になんと長蛇の列ができているという情報を聞きまして、めちゃくちゃ美味しいバイって言ってたんですよ。なんでこれは食べようって思って、今回これを一番の目的にして、博多駅に行きました。朝の9時に着いたんですよ。でそのお店が博多駅の改札出たすぐのところにあるんですけど、9時に行くともうすでに30人ぐらいの長蛇の列がずわーって一直線にできてまして、びっくりしました。あー多いなー人がって思って。でこれどういうお店かというと、ミニクロワッサン専門店で、その店員さんのすぐ後ろでクロワッサンを焼きながら販売しているっていう、あの量り売り方式のお店なんですね。プレーンとか、あといちご味とか、中にクリームが入ったクロワッサンとかチーズ味とかもあって、ですっごいねいい香り、なんかその香りと視覚で心を掴んでくるタイプのお店なんですよ。で、もうどうしても食べたかったので、量り売り方式で何個くださいって言ったビニール袋にそれを詰めて、まあ売ってくれるところなんですけど、結局30分ぐらい並んで、で私の順番が回ってきた時に、じゃあプレーンとチョコレートとさつまいものあんが中に入ったクロワッサンがあって、これをまあもういろんな種類があったんですけど、これをじゃあ1個ずつくださいって言って、で分かりました店員さんが言って、あの袋に1個ずつ丁寧に入れてくれて、で測りに置いたんですね。その瞬間に焼きたてのクロワッサンがどっさーっと新しくそのショーケースの中に全種類放り込まれまして、なんかわかんないですけどめちゃくちゃがっかりしました。もう一歩遅かったらこれが食べられたのかと思って、でその後博多駅のロータリーみたいなところに行ってベンチに座って食べたんですけど、まあ、美味しかったんですけどやっぱ冷めてるなっていうのがすっごい頭の中にあって、あー焼きたて食べたかったなって思いました。いやでも本当に美味しくって、結婚式も素敵だったのでいい一日になりました。はい、ということで今日はですね30分の短縮放送なんですが、どうぞよろしくお願いします。さあ今日のお相手ご紹介しましょう。ビンク福山ビンゴ編集長のみーさんこと宇都宮久美子さんです。のみーさん、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そのみーさんは、はい、なんか最近列に並んだこととかありますか？あ、ま、ちょっと前なんですけど、はい、我が家の福山市にある、ま、自宅の近くに、うん、牛虎神社さんという神社がありまして、はい、福山市の牛虎神社さん、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、なんか今年の初めくらいに、うん、はい、某テレビ番組で西日本の最強開運スポット的な感じで紹介されたみたいで、はあ、で知らなくって、はい、でうち近所なので普通に夫がですね、はい、厄年なので厄払いをしてもらいに行こうと思って行ったら、うん、なんか今まで見たことないような行列ができてたんで、へー、これ何事と思って、はい、
なんか話を聞いたらそういうテレビで紹介されて以来すごいことになってるっていうので、ちょっとご近所さんがなんか何事ってざわつくような行列があって、はい、最近はちょっともう落ち着いてきたんですけど、うんうんうん、なんかね お守りが手に入らないとか、そんなにすごい人が来てたんですね。すごいブームが、なんかね臨時駐車場とかできてて、はい、そんな初詣以外で臨時駐車場があるなんて、そんなことな今までなかったのでちょっとびっくりしました。普段はもう結構静かな感じなんですか？そう、落ち着いた感じで、だから今年の初詣も静かに落ち着いた感じで初詣が行ったんですよ、うん、はい。この後、2月とか3月とかからもうすごいことになって、へえ、びっくりしました。すごい影響力ですね。はい、あと知らない人にとってはなんか急にどうしたってそう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 、ね、理由知るまでびっくりしますよね。そうなんですよそっか、でもちょっとしたきっかけで列ってできるんですね、うんうん、ね、うん、これをでもまたキープするのがね、きっとお店の方にとっては大変なことなんでしょうね、あ、行列って。そうか、私はですね実は明日、はい、その行列ができるお店のロケに行くんですよ。お、はい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 、はい、でテーマが行列、なぜみんな並ぶのかっていうテーマで行くんですけど、はいはい、有名な広島の美味しいラーメン店に3軒行くんです。はい、これがめちゃくちゃ楽しみで、ただラーメンを3杯食べるのかって思ったら結構胃が大丈夫かなって思ってます今確かにそうなんですよ、どうなるんだろう自分のお腹ってなってるんですけど、ね、でもすっごい楽しみ、ね、せっかくだから美味しく食べたいですけどね。そうですね、手続けだとなかなかちょっと、はい、3杯目とかはちょっとおーおーってなってるかもしれない重いってなってるかもしれないまあでもね、行列ができるところには絶対理由がありますからね、うんうん、あ、そうですよね。そうか、そういうこともあるんか、すごいですね。はい、さあということで今日はですねショコラジ、この後午後1時半までの30分の短縮バージョンでのみさんと一緒にお送りします。1時半からはベリーカープ RCC カープデーゲーム中継、マツダスタジアムからの広島対オリックス戦が予定されています。お天気がちょっと心配ですが行われるんでしょうか、どうなんでしょうか。ショコラジ内でも、あ、一応行われる予定ということで、この後ショコラジ内でも解説の天谷総一郎さんと実況の一流信之アナウンサーとつないで試合直前の様子などを伝えてもらいます。ということで、短い時間ですが皆さんからのお便りもお待ちしています。メールはradio@rcc.net 小文字で radio@rcc.net まで、今日も最後までお付き合いください。さあもう雨が降ってるので梅雨時期もそろそろかなっていう感じですね。で梅雨になると家で過ごす時間が増えますよね。で家こそリラックスして快適に過ごしたいということで、この時間はですねウィンク6月号の、日々の暮らしをちょっと豊かに雑貨で毎日を心地よくという、あのお家を豊かにしてくれる、そんな特集についてのみさんに伺いたいと思います。のみさん、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回この雑貨がメインテーマということなんですけど、はい、のみさんの一押し雑貨もちょっと教えてもらってもいいですか。はい、ですね、今回このウィンク6月号が7つのテーマに沿って雑貨を紹介させていただいてまして、はい、いくつかあるそのテーマのうちの一つに、朝時間に、はい、瀬戸内の良き日用品を使うという、テーマで紹介しているケースがありまして、はい、朝って、ね、起きてすぐ一日のスタートなので、うん、まあ、何でもない、あの特に こだわりを持ってないもので一日を始めるよりは、はい、ちょっとお気に入りのものを集めて、うん、朝からこうリラックスできたり元気をもらえたり、そういう時間をこう朝過ごすと一日が気持ちよくなるんじゃないかなっていうところで、はい、このテーマでいくつかご紹介をしているものがあります。なるほど、だから朝使う雑貨を瀬戸内でなんか作られたもの、はい、で彩ってみようっていう感じなんですね。そうです、はい、素敵、はい、いろんな雑貨が載ってますけど、あ、はいはい、おすすめはありますか。はい、ですね、今回私が取材を担当させていただいたものの一つなんですけど、はい、尾道のね、尾道 U2 の中にある、うん、島ショップさんというセレクトショップの雑貨を紹介しています。はい、
行ったことある、この道行きしますありますか、はいはい、あります、うんうんうん、そうそう、あのね、ホテルとか、レストランとかカフェとかいろんなものが、あのお店が入ってる複合施設の尾道 U2 の中にあるお店なんですけど、はい、お店のコンセプト自体が古くから瀬戸内に根付いている伝統産業の技術を、あの日々の暮らしに取り入れましょうっていうようなコンセプトなので、まあ、今回の特集のテーマにぴったりかなと思ってるんですけど。そうなんですね。なんかすごい、はい、あの初めて行った時に可愛い雑貨とか、うん、あの服とかも販売されてて、はい、そうですね、めちゃくちゃあの素敵なところだなって思ったんですけど、うん、あれ、うん、あの、うん、ほとんどのものがじゃあ瀬戸内に根付くものなんですね。あ、そうなんです、はい、全てそういったものを集めてらっしゃいます。はい、はい、その中でもじゃあどんな商品がありますか。はい、まあ、朝っていうことで、うん、あの洗面所で使うものを集めてみようかなっていうコンセプトで、商品をいくつか集めていまして、はい、例えばそのタオルとか歯磨きの時に使う歯磨きペースト、歯磨き粉とか、はい、ちょっとこう洗面所に置きたいルームフレグランスとか、そういったものをいくつかご紹介してます。でそのうちの一つ、はい、尾道 U2 さんのオリジナル商品になる、うん、ヴィンテージワッフルタオルというのを紹介してまして、ね、写真も載ってますけど、うんうん、このタオル、あの、はい、なんかなんだろう、ちょっとすごい触り心地が良さそうなのが写真からも伝わってくる感じです。そうなんですよ、はい、すごい肌触りが良くて、柔らかい、あのふっくらしたワッフル織りになってるんですけど、うん、綿と麻を混合した糸をワッフル織りにしてあって、はい、これ面白いのが、うん、あの四国の愛媛の石槌さんの湧き水で洗い加工をしてあるっていうものでして、ほう、あの新品で買った状態なのにもうその湧き水で洗い加工がしてあるので、はい、ネイビーとグレーと2色あるんですけど、うんうん、ネイビーもちょっとこう洗ってあの程よく色が馴染んだ風合いになってたり、グレーもちょっとくすんだグレーになってたりして、あ、確かに、そう、ちょっとヴィンテージ風に、そうそうそうなんですよ。へー、しかもなんかタオルってやっぱ最初使う時よりも何回か繰り返し使った後の方が心地がいいですもんね。そう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 、ありますよね。新品のタオルってちょっとまだ使い心地が良くなかったりすることあるんですけど、うん、これはもう買った時からもうあのいい風合いになっているので、あの吸水性もいいですし肌触りも柔らかいですし、とってもおすすめです。素敵、 U2 のオリジナルの商品なんですか、うん、U2 ってロゴが入ってますね。あ、そう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 、うん、刺繍でねロゴも入っててすごくおしゃれなんです。かわいい、ちょっとなんか使ってみたくなりますね、うん、ねえ、朝これで顔洗った後に拭いたらちょっとテンション上がるかもしれない。そうですね、はい、他にもなんかこの、はい、あの歯磨き粉も気になります。そうなんですよ、こちらがですね、うん、紹介してるのがロブラントゥースペーストっていう、まあ、歯磨き粉なんですけど、うん、愛媛県産の、 あの蛇腹の実、柑橘ですよね、蛇腹の実の、はい、皮とかあの果汁とか配合した、うん、あの天然のそういう香料を使った優しい歯磨き粉になってます。なんか美味しそうですね、はい、そうなんです。本当にね、なんか歯磨き粉だけど美味しそうっていう表現あのがぴったりなくらい使うと美味しいなっていう。結構すっきりスースーする感じなんですか、ミントの。あ、でもね、あの、なんだろう、人工のそういうスースーするミントのやつよりは、やっぱり優しい感じですね。うん、自然なスッキリ感があるっていう感じで。あ、でもちゃんとなんか口の中は爽やかにリフレッシュできる感じなんですね。うんうん、そうなんですよ。朝これ使うとすごく気分がスッキリするので、あの、天然由来の優しい香りで、こう、一日過ごしたいなっていう時には、すごくなんか気分が変わってくれるので、はい、リフレッシュできてとってもいいと思います。わかりました。うん、素敵な商品がたくさん載ってて、この歯磨き粉もなんか正直パッケージがおしゃれすぎてハンドクリームと間違えそうなぐらい。確かに確かに歯磨き粉に一見見えない、ね、見えない見えないですけど、はい、これが確かに洗面台にあったら朝の時間すごくテンションが上がりそうですね。うん、はい、ということで、ね、皆さんもよかったらぜひこの紙面、他にもいろいろあの瀬戸内の雑貨をはじめ、はい、お花の雑貨とかあの載っていますのでぜひご覧になってみてください。はい、さあということでのみーさん、ご出演はここまでとなります。はい、はい、あっという間でしたが、ありがとうございました。
またあの次も、はい、なんだリモート出演ということですが、はい、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、スタジオにいらっしゃるのすごく心待ちにしておりますんで。わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ハテナでカープ。さあ、カープはこの後1時半からマツダスタジアムで中日とじゃない。オリックスと対戦します。試合直前の様子をマツダスタジアムにいる解説の天谷総一郎さん、実況の一流信之アナウンサーに聞いてみましょう。天谷さん、一流さん、はい、よろしくお願いします。石上さん、大丈夫ですか？大丈夫です。今日はオリックスですね。交流戦です。そう、ドラゴンズはいませんよ。そうですね、大丈夫かな。いや、でもオリックスにも勝ってほしいです、今日。あ、それはあなたが兵庫県民出身だから、はい。いや、そんなことないです。そんなことない。でもオリックスにも勝ってほしいですって言いました、私、うん、あ、ごめんなさい、オリックスにもカープに勝ってほしいですな。カープに、ごめんなさい、日本語がおかしかった。オリックスにちゃんとカープに勝ってほしいです。渕上さん、大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっと出直してきた方がいいかもしれないです。まあでもね、心配なのお天気で、ちょっと RCC の周りもですね、今結構降ってるんですけど、はい、球場はどうでしょうか？うん、やっぱりね、雨降ってますね。この放送席から見ますとね、雨粒がそんなにはっきり見えるという感じではないんですけれども、はい、やっぱりお客さんからしますと傘あるいはポンチャも欠かせないということなので、うん、ちょっと雨のことが気になりながらの野球観戦かと思うんですよ。で、ざっと見ますとね、今、まあ、半分ぐらいしかね、お客さん入ってないように見えるんですよ、はい。っていうのは、1階席と2階席の間のコンコース、あそこフードコートありますよね、はい、そこで試合開始直前までおそらくお客さんは雨に濡れないためにいるんだと思うんですよ。だから あと試合が6分ぐらいしたら始まるじゃないですか、はい、だから直前になったらわーっとこう自分の席の方に降りてくるんだと思うんですよ。なるほど。またそうなったらこの放送席から見るスタンドの景色っていうのも随分変わるかと思いますよ。あー、そうなんですね。これでもやっぱり選手にとっては天谷さん、はい、雨がちょっと止みそうか、それとも降ったまま試合が行われるのかっていうのは、はい、ちょっと選手にとっても影響がありそうですかね。どうですかね、まあ昨日の段階で雨が降るっていうのは分かってたので、はい、選手 もう雨の中での試合なんか何回も経験してますから、そこまで影響はないと思うんですけれども、はい、ただやっぱりピッチャーなんかは、いつも以上に神経使うことが増えるので、うん、まあ、立ち上がりから、苦労するだろうなっていうふうには思いますね。なるほど。今日も頑張ってほしいんですが、では一流さん、はい、今日のスタメンを教えてください。今日はですね、小園選手が今シーズン初めてスタメン落ちですね。で、はい、ショートに上本選手を起用しています。1番センターの間、2番セカンド菊池、3番ライト中村翔成、4番ファーストマクブルーム、5番サード坂倉、6番キャッチャー相澤、7番レフト堂林、8番ショートストップにその上本、9番は先発ピッチャーアンダーソンとなっておりますね。小園選手、昨日まで5試合連続ノーヒットってこともありましたし、内容もちょっと良くなかったんだと思うんですよね。これまでずっと、まあ、調子悪くてもスタメンから外れることはありませんでしたけれども、はい、まあ、笹岡監督がついにも決断をしたということになりましたね。なるほど。まあ、そんな中でもね、スタメンの皆さんに頑張ってほしいんですが、はい、天谷さん、はい、注目選手はどなたでしょうか？全員です。いや、全員です。もうやっぱり開幕の頃を思い出した時にやっぱり全員野球というのがカープらしかったので、はい、やっぱりこれだけちょっとね、負の連鎖が続いているっていうところもあるので、もう全員でチーム一丸となって、はい、今日全力で戦ってほしいなと思います。わかりました、はい、ちょっとじゃあ雨が心配ですが、この後もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。マツダスタジアムから天谷総一郎さんと一流信之アナウンサーでした。ベリーカープ RCC カープデーゲーム中継、広島対オリックスの試合の模様はこの後1時半からお送りします。いや、今日も30分という本当に短い時間で、なんとですね、ショコラジ来週から2週間お休みです。いやー、もっと皆さんのお便りとか来てるんですよ、本当に。もうできるだけちょっと今読んでいきたいと思います。ピテクスエンジンさんからは、こんにちは、今日は十日さん最終日ですね。ですがあいにくの雨、せっかくの浴衣が濡れないように皆さん気をつけてください。十日さん行きたいな。そうですよね、十日さん、浴衣姿のね、女性がたくさん見られて、なんか華やかだなって思うんですけど、今日は夜8時までやってるということで、雨が心配ですがね、行ってみるのもいいかもしれませんね。あとラジオネーム辛口のダーメさん、6月ジューンブライドの月ですね、そろそろ梅雨入りです。今日は休みなのでショコラジオを聞きながら梅酒を作ります。そっか、もう梅の時期か。うわ、
わあ、いつか私もなんか梅シロップ作りたいと思ってたんだよな。でも今年もやらなさそう。なんか手作り味噌だけで今手一杯って感じですあれをただ今見てるだけなんですけど、置いてそれだけでも心が満足しちゃってるなっていう感じです。さあということで、短い時間だったんですが本当にありがとうございました。来週から2週間お休みですが、またその次3週間経ったらチョコラジ帰ってきますので、どうぞ忘れずにまた聞いてください。よろしくお願いします。この後も素敵な日曜日をお送りください。